今井内閣府大臣政務官。国土強靭化担当防災担当大臣政務官の今井絵理子です。一連の災害によりお亡くなりになられた方々とご遺族に対しまして深く哀悼の意を表するとともに、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。政務官として平副大臣とともに武田大臣をお支えし、災害からの一日も早い復旧復興と災害に強いしなやかな国づくりに全力を尽くしてまいります。望月委員長をはじめ理事委員各位のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。災害対策に関する件について調査を進めます。この際、令和元年台風第19号と10月25日からの低気圧による大雨による被害状況等について政府から